広島新交通システム橋桁落下事故は、当時建設中であった広島高速交通広島新交通1号線の工事現場で橋桁が落下し、一般人と作業員23人が死傷した事故。1991年3月14日午後2時5分ごろ、広島県広島市浅南区条安2丁目で前日仮設置していた。 長さ63メートル、幅1.7メートル、厚さ2メートル、重さ60トンの鋼鉄製の橋桁を据え付ける作業中、橋桁が10メートル下の広島県道38号、アサーン古市線に落下する事故が発生した。この事故で、橋桁は並行する県道下り線を赤信号で停車していた乗用車など11台を直撃し、橋桁の上で作業していて、 下に投げ出された作業員5人と乗用車に乗車していた9人の計14人が死亡、9人が重軽傷を負った。橋桁の落下の直撃を受けた乗用車の中には橋桁の重量により高さ50センチメートルほどにまで圧縮されたものもあり、また火災の発生により円に包まれたものもあった。事故のおよそ2時間後に橋桁がクレーンで取り除かれ、 下敷きとなった乗用車に閉じ込められていた被害者らは救出されたが9人の死者は全員がほぼ即死の状態であった。広島県警察は業務上過失致死傷の容疑で広島市役所と作業を受け負っていた橋梁メーカー、桜田を固く捜索した。その結果、作業に以下の不備があったことが判明した。事故現場は県道の上であったため、 仮設用地を十分に確保できなかった。そのため部品を、橋脚上で橋脚に直角方向に移動した後で、各橋脚に取り付けるために降下させる、横取り降下工法と呼ぶ方法を採用していた。この工法では一旦、下流気台に置いた上で、ジャッキ操作を繰り返しながら降下させ、最終的には、橋脚上の靴座と呼ばれる台に固定するものであった。前日までに、 仮置きが完了しており、事故当日は3つの橋脚に置かれたジャッキを交互に、降下した上で台座に固定する設置作業をしていた。しかし、仮流き台の H 傾向は3本置かれていたが、作業箇所のうち、西側橋脚の南側にあった H 型光は、イゲタ状ではなく、同方向に一列に積む作業ミスをしていた。そのため1本の H 型光を抜いて、 下流気台の高さを調整するために交換作業をしていた際、荷重が不均衡になったため、橋桁の南側の底面が深さ6.6ミリメートル、300ミリメートルの範囲が挫屈した。そのため橋桁の重量が南側に偏ったことから、春桁を支えていた3台のジャッキのうち2台が耐い、2力を超えた。その結果、2台のジャッキの受け台のエッジ型項がほぼ同時に挫屈し、 バランスを失い橋桁が半回転しながら下に落下した。また橋桁と橋脚には釣り足場が設置しており、そこで足場の隙間を塞ぐ作業をしていた作業員一人もジャッキ操作をしていた作業員四人と一緒に落下した。直前に作業員がジャッキが異常に重たいと発言しており、雑屈の予兆があったが、後日のように現場では誰も気がつかない体制であり。 見逃されてしまった。元受けの桜田の工事統括責任者は、降下作業の予定を知りながら、現場にいなかった。また工事現場代理人は、ジャッキの設置方法の注意をせずに立ち去り、代理人補佐も、ジャッキ下げの指示を与えただけで下に降りてしまい、実際の現場監督は二次下受けの職員に、任せていた。しかし、この職員は一ヶ月前まで事務職員であり、 現場経験がなく、建設の技術的知識は皆無であったことから、ただ万全と見ていただけであった。事故現場を担当した三次下請けの建設会社は、橋桁の仮設工事の契約は、今回が初めてであった。実際に、ジャッキ操作していた4人のうち、2人は飛び職であったが、現場作業にブランクがあった上に、橋の仮設工事を行った経験がなかった。残りの2人は、 数ヶ月前まではメガネの加工販売に従事していたという初心者であった。すなわち重量物のジャッキ効果という危険作業でありながら素人同然の作業員に任せている状態であった。また、HK 校の積み間違いという致命的な作業ミスをしていることに気づく者は誰一人いなかった。この背景にはアジア大会準備のために 広島市内各所で建設工事が行われており、深刻な人手不足のため熟練した作業員が不足していたこともある。そのため等数だけ揃えた素人作業員が危険な作業をしていたことになる。このように工事の請け負いが元請けや下請けなど階層構造になっていた上に、思考管理体制にも問題があった。本来作成されるはずの作業計画は存在せず、 作業者に手順の説明すら行われていなかった。また、施行方法の検討も不十分であり、点灯防止用のワイヤーを貼らずに桁を単独で下ろすなど、万が一の事態に対する落下防止策などの備えがなかった。当該県道は1日1万5000台の通行量がある上、谷間にある地勢から迂回路が他にはなく、通行規制をすると交通渋滞が起きると、 広島市が主張し、これに広島県警も同意したため、県道の通行規制をしていなかった。関係者に対する責任追及は、工事関係者が業務上過失致死罪で起訴され、刑事事件として立件された。広島地方裁判所は、1996年3月に現場代理人に、金庫2年6月の実刑、協力工事部長に、金庫2年執行猶予3年、 現場代理人補佐に、金庫2年6月執行猶予4年の判決を下した。しかし現場で実際に監督していた職員は、知識、能力もなく、連絡などの見張り役に過ぎなかったと、過失責任を否定、無罪になった。また、執行業者に対しては、指名停止や営業停止などの重い行政処分が課せられた。 なお、工事を発注した広島市の刑事責任については問われなかったが、事故の遺族が起こした民事訴訟の一審判決では予見可能性があり注意義務があったことを肯定し、施考業者と共に損害賠償責任があるという判決であった。しかし、広島市が控訴した控訴審で原告側が迅速な裁判を求め、市に対する請求権を放棄したため、 法的拘束力が消滅した。事故の慰霊碑広島市は工事中は交通規制を行わないとした方針を転換し、迂回路を設置して全面通行止めにしてクレーンで直接設置する工法に変更した。また、全国的に危険が予想される現場では、交通を遮断する措置が行われることになったほか、作業員の安全教育が徹底されるようになった。 落下した橋桁は撤去の上廃棄処分となり、事故現場付近の橋桁は新調された。また、現場付近となった上安駅南階段下に、翌年3月に慰霊碑が混流された。事故が発生した日には、毎年、広島市長、副市長、道路交通局長の3人が訪問し、安全を誓っている。なお、作業を受け負っていた桜田は、 事故に伴い公共工事入札の指名停止処分を受けたため業績が低迷。2012年に破産申請を行い、2020年までに法人格が消滅している。ABCDEFGHIJ 広島新交通システムの橋桁落下たらか。畑村創造工学研究所。2017年3月16日閲覧。ABC 明治大正、昭和 平成事件、犯罪大事典 P693 図参工事で、橋梁落下事故を起こした桜田が、ついに破産。ビジネスジャーナル。2021年7月6日閲覧。ありがとうございます。